ジャスラック賞金賞は AKB48 の恋するフォーチュンクッキーです。覚えやすい振り付けでも注目され、 YouTube での動画も話題となりました。 CD もミリオンを記録し、カラオケ、音楽配信、ゲームなど幅広いジャンルで利用された結果、見事金賞の栄冠を勝ち取りました。作曲賞伊藤慎太郎、YouTube を見ると、日本全国の方々が素晴らしい笑顔で踊っている姿を見ると、僕も元気をもらいますし、その踊りの輪が世界に広がっているということを見ると、とても嬉しく思っています。こんな表立ったところに立てない男なんですけれども、こんな華やかな場所に呼んでいただき、こんな素晴らしいキラキラした賞を与えてくれたジャスラックの関係者の皆様に心から御礼を申し上げます。ありがとうございました。そして金賞受賞のお祝いに、この方たちが駆けつけてくださいました。AKB48 の柏木由紀様、横山由紀様、そして小島真帆様です。 AKB48 メンバーより金賞受賞者を代表しまして、作曲者の伊藤様へ花束贈呈です。伊藤さん、メンバーの方の振り付けの中で、はい、どこが一押しでしょうか？それも絶対おにぎりのことですね。 あれは印象的ですよね。うん、ね、はい、そうですね。じゃあ伊藤さんの一押し場面お願いします。ワン、ツー、スリー、フォー。おにぎり、おにぎり、おにぎり、ありがとうございます。パパイヤ鈴木さんが振り付けしてくださったんですけど、そのパパイヤさんはこれリンゴを磨くようにって教えてもらったんですけど、多分サシが勝手におにぎりって言い始めた結構浸透したっていうのは、うん、それもでもすごくこの曲の一つのポイントになったと思うので、そこは素直に感謝を伝えたいなと思います。どんな風に感謝伝えますか？いや、まあ、サッシーが勝手におにぎりって言ったおかげもあって今日は金賞を取れたよっていうもちろん伊藤先生のおかげでもありますし、僕もまだお会いしてないんですよ、サッシー。あ、そうなんですか。じゃあぜひお会いしたいな、よろしく伝えてください。ありがとうございます。ありがとうございます。コンサートでもフォーチュンクッキーの時はみんながこう客席が一体になって踊ってくれたりするので、なんかファンの方とも企業だったりとかその地域の方の一体感も生まれて、すごいこの曲はみんなで楽しめる曲っていう感じで、私たちも大好きな曲なのですごい嬉しいです。本当にありがとうございます。素敵な曲を。とんでもございません。